この動画では、使わなくなったパソコン電源を活用し、いろいろな用途で使える安定化電源を作成した記録をまとめました。安定化電源については、一般家庭では馴染みは薄いと思いますが、電気製品の製作や修理、各種バッテリーの充電等で使える超便利なもので、一度使うと手放せません。パソコンの改造では、電源を取り替えることがあります。ただ、取り替えで使わなくなった電源があっても、なかなか捨てることができません。パソコン用電源で、どこまで汎用的な電源ができるかは、以前から興味があり、いつかはチャレンジしたいと思っていました。目標とする安定化電源について書き出してみました。電気機器のテストやバッテリーの充電で使用します。AC100V の商用電源から直流に変換します。設定できる電圧電流が可変できること、電圧電流が安定していること、異常な電圧電流温度に対する保護があること、あと簡単には壊れないことです。使用した ATX 電源です。5年前までパソコンで使っていました。分解してみると大型ファンがついています。プリント基板はきれいな状態でした。アクティブ PFC 回路も搭載されていて、まだまだ使えそうです。使わないケーブルはすべてカットしました。イメージを図面にしてみました。ATX 電源は 12V だけ使います。低電圧電流変換モジュールの入力は 12V を 58V 程度にブーストします。電圧のブーストには小圧型の DC-DC コンバーターを使います。今回は300円台で売られている激迫製品を使ってみました。使用したプログラマブル電源モジュールです。電圧、電流の設定が容易で、PC やスマートフォンからも各種設定やログ採取ができます。実際につないでテストしてみます。1台の DC-DC ブーストコンバーターをテスト中です。このコンバーターの最大入力電流は 15A なので、12V×15A 100V、180W 以上で高回路が作動するように設定しました。急激な負荷をかけてテスト中です。最大負荷に近い 52.8V、3A の急激な負荷を繰り返しても問題ありません。2台の DC-DC ブーストコンバーターの同時使用をテストしています。合計負荷 300W でも問題ありませんでした。300W の可変電圧電源にするため、2台の DC-DC ブーストコンバーターを並列接続し、その出力をプログラマブル電源に供給します。何回か試してみましたが、急激な負荷をかけると能力の半分程度で ATX 電源がシャットダウンします。プログラマブル電源の急激な負荷に反応して DC-DC コンバーターの入力電流が瞬間的に大きくなり、 ATX 電源側の能力を超えたためと思われます。何回か試行してみましたが、1台の DC-DC コンバーターでは問題ありませんでした。何度か設計変更を行い、最終的にこのような構成になりました。1、プログラマブル電源。最大電力は 165W です。電圧は0〜50V、最大電流は0〜15A まで可変できます。2、12V 固定出力。
最大電流は20アンペア、最大電力は240ワットになります。3、 USB クイックチャージ出力、最大20ボルト3アンペア、電力は60ワットまで可能です。また1から3の同時出力も可能です。これ現在上側のケースにプログラマブル電源の制御ボードとコントロール部分を取り付けた状態になります。下側のケースに周波数ユニットを取り付けます。では ATX 電源を取り付けます。電源スイッチにつながる配線は ATX 電源のこの緑の線を接続したこちらのコネクタになるので、これを接続しておきます。よいしょ。これで上下を合体しました。上のケースと下のケースは実は ATX 電源でつながっています。組み立ては小さいケースに無理くりパーツを押し込んでしまいました。あまり良い例ではないので参考の参考で見てください。上下接続できました。あとはシャント抵抗を固定して終わりです。これで完成です。これが ATX 電源。本当はもう少し大きめのケースが良かったんですが、100均で安いケースをなんとか使おうと思ったために実はギリギリのサイズになっています。で、大きくこの部分がプログラマブル電源で0から50ボルト、最大電流15アンペア、ただしマックス165ワットです。で、この部分は12ボルト固定で、マックス20アンペアで、こちらが USB のクイックチャージ、最大で QC4 プラス PD3.0 で、20ボルト3アンペアまで使えるので約60ワットの出力が可能です。2台の電子負荷と抵抗負荷を使い安定化電源の負荷テストを行いました。マロに12ボルト固定出力の負荷設定を行っています。15アンペア180ワットの設定です。1、プログラマブル電源の電子負荷をオンにしました。1は20ボルト8アンペア160ワットの設定です。3、
USB クイックチャージは抵抗負荷を接続しています。 USB テスターのトリガー機能を使って 20V に設定しました。負荷をかけた状態で5分程度様子をチェックしました。 ATX 電源についているファンがかなり勢いよく回っています。負荷テストの結果です。入力は AC100V で 488W でした。出力は計 394W です。電力変換効率は 81%、 積率は 0.98 でした。最後にリップルの測定を行いました。リップルとは直流であるはずの出力電圧に含まれる交流成分で、完全に除去することは難しいと言われています。リップルの測定にはUSB テスターのリップル測定機能を使いました。正確なものではありませんが、目安にはなります。低価格で販売されている安定化電源では 200mV を超えるものもあるようですが、測定結果はかなりいい値だと思います。追加の回収です。ATX 電源を使って幅広く使える安定化電源ができました。部品代だけで1万を超えてしまいましたが、趣味の工作としては面白いと思います。興味本位で始めましたが、かなりハマってしまいました。